本日も切り抜き動画のご視聴ありがとうございます。本要約チャンネルの武見です。本日は Love Me Do さんの絶望したあなたが幸せになる方法という本の解説動画より、即効性あり毎日多忙の現代人が忘れがちな幸せの神様を味方にするコツという部分をピックアップしてご紹介していきたいと思います。さて、毎日がしんどい、疲れている、元気がない、辛いことがあって落ち込んでいる、そんなあなたに少しでも無駄な体力を温存し気持ちに余裕を持っていただきたい、そんな願いを込めて今回の動画で熱く語らせていただいております。とても興味深い内容になっておりますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは切り抜き動画スタートです。即効性あり毎日多忙の現代人が忘れがちな幸せの神様を味方にするコツについて解説していきたいと思います。さて、ここからは幸せな人生をつかみ取るために、幸運の神様を振り向かせるために知っておきたいことをご紹介していきます。特にピンときたもの、面白いと思ったものをピックアップしましたので、やってみようと思えるものをぜひ一つでもいいので見つけて生活の中に取り入れてみてください。まず最初にお話ししたいことは、いつも全力を出さなくたっていいよということであります。完璧主義の人や真面目すぎる人、自分に自信がなくて自分の頑張りをとにかく人に認められたいという願望が強い人など、常に全力で取り組もうとする人々がいらっしゃいます。あなたにもその気がないでしょうか？でも実際のところそれは不可能です。肉体的、物理的にはもちろん、スピリチュアルな視点から言っても人が使えるエネルギーの総量は決まっています。全力を出し続けると言っても限界があるんです。大事なところでエネルギーが尽きてしまっては、せっかく巡ってきたチャンスを逃してしまうことになります。それは嫌ですよね。なのでここぞという時に力を出し切るために、力の入れどころ、抜きどころを見極めてエネルギー量を調整する必要があるんです。そんなに頑張らなくてもこれは問題ないなと思う場面では、エネルギーを温存するためにあえて手を抜いてしまう。そのような、分かりやすく言ってしまえばずる賢さとか計算高さというものを持つことは、要領よく生きていくためには重要なんです。特に成功している人や大きな夢を叶えているような人ほど、こういったバランスの取り方に長けています。今こそ 100% の力で勝負する時だという瞬間に備えて、時にはうまく手を抜く柔軟さも身につけていきましょう。自分は人から頼まれたら断れないという人なんかは運気が下がってしまう場合が多いので、注意が必要かもしれません。なぜなら頼まれるタイプの人は気の進まないことに自分の大切なエネルギーを捧げている、いわば押し付けるタイプの人の肩代わりをさせられているのです。ですから、やりたくないことや断れることに関してはうまくかわす術を学んだり、はっきりノーという勇気を持つなどして、あなたの大切な運気とエネルギーを温存しましょう。また意識的に力の抜いた状態を作ることは、運を呼び込むためにも大切です。神様は人間のリラックスしている時を好んで幸運のチャンスを与えてくれたりします。例えば仕事のことで頭がいっぱいで何か良い案を出さなきゃと焦っている時よりも、お風呂に入っている時、くつろいでいる時、眠りに落ちる時、そんな時にふと良いアイディアが浮かんだりするものなんです。常に気が休まることなく力みっぱなしではあなたの脳も疲れてしまいますし、幸運の入り込む隙がなくなってしまうんです。時には肩の力を抜くことも覚えて、ゆるく生きていきましょう。それでは幸運の神様を振り向かせるために知っておきたいことの2つ目のトピックへと移っていきたいと思います。今したお話ともつながるんですが、運気のバロメーターを上げるためには体調管理をしっかりしようということをお話ししていきます。幸運の神様を振り向かせるためには、目の前のやるべきことに全力で取り組んだり、周りの人たちのことを配慮する心を持つことはもちろん大切です。しかし自らの体調を無視してまでそれらを優先してはいけません。なぜなら体調と運気は密接につながっているものだからであります。自分がエネルギー不足の状態では気力も運気も高まるわけがありません。幸せになりたいのであれば、日頃から心も体もいたわり健康状態を気にしてあげましょう。
急に体調を崩したり風邪をひいたりした経験は誰にでもあると思います。体調を崩すことは実は天からのメッセージなんです。天は体の状態を通してあなたに様々なことを伝えてくれているということを今後は覚えておくと良いでしょう。本日は体調を崩した時の2つのパターンをご紹介しましょう。まず1つ目はあなたは体調管理という基本的なこともできていない人なのですよという天からのお知らせです。自分の力を過信してつい無理をしがちになっていませんか？まだいける、自分はこんなことでへこたれるやわな人間じゃないなどと自分を奮い立たせて頑張りすぎていないでしょうか？少し傲慢になっていなかったか？何でも一人で頑張ろうとしていたのではないか？最近の自分の言動を振り返ってみてください。あるいは周りにあなたに協力したいと思っている人がいますよと神様が教えてくれている可能性もあります。一人で抱え込んでしまいがちなあなたにもっと頼ってほしいと周りの人が念を送っていることもあるので、体調を崩しやすい人は周りの人たちに協力を仰ぐことで状況が良くなるかもしれません。その時は周りの人々に感謝することもお忘れなく。そして2つ目は体調悪化が未来予知である場合です。最近体調が優れないななんて感じたら近々大きな仕事が入るサインかもしれません。急にねスピリチュアル要素が増したように聞こえますが、頭でわかる前から体は本能でそれを察知しているものだそうです。それは細胞たちがあなたがこの先大きな舞台で感じるであろうプレッシャーを予期して体調を崩すという形でサインを送っているということ、その時のために今のうちから体のコンディションを整えておくよう知らせてくれているのだと思って、しっかりと回復に向けてケアをしてその後も体調管理をしっかりと行いましょう。そしてここで一つ残念なこともお伝えせねばなりません。これからやってくる未来の仕事が喜ばしい大きな仕事でも嫌な仕事でも重圧を感じることには変わりありません。ですからどちらにしても同じように体調が変化してしまうんです。ただ体のコンディションが良ければ嫌な仕事がやってきたとしてもそのマイナスの気を強く跳ね返すことができます。体調の良し悪しはあなたの運気を示すバロメーターです。健康状態が良ければ運は動き出し、逆に体調を崩していたら物事は思い通りにいかないものなんです。体をいたわることはイコールあなたの運をいたわることであると忘れないでください。幸せの運気がいつでも入ってこられるように自分を大切にして日頃から健康状態を整えておきましょう。ではでは最後に幸福の神様を振り向かせるために知っておきたいこととして、ちょっと不思議で信じがたいけどすぐに試してみたいと思えるような内容もお伝えしていきたいと思います。皆さんは自分を大切にとかちゃんと体調管理をしなさいといったありふれた言葉をこれまで耳にタコができるほど聞いてきたはずですから、元気になりたいと思っているのになかなか元気が出ない、気分が落ちている、そんな時にぜひ見ていただきたいものがあります。それはクラゲです。ふわふわと水中を漂うクラゲは幻想的で繊細で優雅ですよね。その神秘的な美しさは疲れ切った心を癒してくれるはずです。一定のリズムでふんわりと傘を開いたり閉じたりする様子は赤ちゃんがお母さんの鼓動を聞く時のような安心感をあなたに与えてくれるでしょう。実際に水族館に行くのもいいですし、今ではネットですぐに動画を見つけることができます。動画を見るだけでも十分にリラックス効果がありますから、例えばスマホのロック画面の背景に設定するなどされてみてもいいかもしれません。そしてスピリチュアル的にもクラゲとは幸運をもたらしてくれる存在であるようです。特に運気が悪い時にぐるぐると円を描くように動くクラゲに出会った人はおめでとうございます。それはもうすぐ流れが変わるサインだそうです。円を描くということは循環を表し、物事が巡って移り変わることを意味します。たとえ今絶望の淵に立たされている状況だとしても、時と運気が循環していく中で必ず抜け出せる日が来る、そんなメッセージが送られてきているというわけなんです。クラゲの生態は何とも不思議ですが、中でもベニクラゲという種類のクラゲは不老不死の生き物とも呼ばれていて、自力で全く同じ遺伝子を持つ無数のクローンを作り出して若いクラゲに生まれ変わることができるそうです。よって
クラゲのパワーを借りればもっと元気になりたい、長生きしたい、綺麗になりたいという願いの実現にも効果があるそうです。心を癒し安心感を与えてくれる、悪い運気から抜け出せる、流れが変わることを知らせてくれる、もっと元気になりたい、長生きしたい、綺麗になりたいという願いを後押ししてくれます。そんなありがたいクラゲさんのパワーをね、ぜひお借りしちゃいましょう。よりプラスの効果を得たい人は、気持ちに余裕があれば、ただ眺めるだけではなく、あなたの気をクラゲと一体化させ、一緒に泳いでいる様子をイメージすると良いでしょう。そうやってクラゲと自分が共鳴し合うイメージを持つことにより、あなたの細胞が刺激され、クラゲの神秘的な力を取り込みやすくなります。その結果、心にも体にもアンチエイジング効果が現れ、美肌効果も大きく期待できるそうです。クラゲの素晴らしい動画を見れるページを見つけたらね、ぜひ皆さんコメント欄に URL を貼って、皆さんと共有していただけたらと思います。この動画、このページが皆さんが絶望から立ち直るきっかけになったり、運気が上がる機会、場所になれば、私は大変嬉しく思います。それでは3言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。幸運の神様を振り向かせるために知っておきたいことを3つ紹介しました。1つ目は、いつも全力を出さなくたっていいよということ。2つ目は、体調は運気のバロメーターであるということ。健康状態が良ければ運は動き出し、逆に体調を崩していたら物事は思い通りにいきません。体をいたわることは、あなたの運をいたわることなんです。そして体調を崩した時は、天から次のようなメッセージが届いています。 1. あなたは体調管理という基本的なこともできていない人なのですよ。周りにあなたに協力したいと思っている人がいますよ。 2. 近々喜ばしい大きな仕事が入りますよ。近々嫌な仕事が入りますよ。体のコンディションが良ければ、嫌な仕事がやってきたとしても、そのマイナスの気を強く跳ね返すことができる。そして、知っておきたい3つ目のことは、パワーをもらいたいときは、クラゲを見ようということ。水族館などで実際に見ても、動画で見ても、リラックス効果が得られます。運気が悪いときに、ぐるぐると円を描くように動くクラゲに出会ったら、もうすぐ流れが変わるサインであります。気持ちに余裕があれば、あなたの気をクラゲと一体化させ、一緒に泳いでいる様子をイメージすると、クラゲの神秘的な力を取り込みやすくなり、アンチエイジング効果、美肌効果も期待できます。それではまた次の動画で皆様に会えることを楽しみにしております。本日はご清聴ありがとうございました。さて、切り抜き動画いかがでしたでしょうか。続きが気になるよという方は、概要欄に続きの本編の動画のリンクを入れておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。本日はご清聴ありがとうございました。